僕2020年の3月までリンク入って、いやリストやってますよ。やってます。その演習中に電話しろって言われる。生徒会長とか人呼べるじゃないですか、はい、だからそういう子を意図的にこう呼ぼうとか、授業の最後5分使って友達呼んでねトークとか、怖い。ピリスレースね。ありました、ありました。お芝居大丈夫ですか？すげえ。おはようございます。始まりました。もちゃちゃんです。ハローゼよ。はい。さっきね、僕はサブチャンネルで臨海セミナーがね、告発されたっていうのを出したら、出たいって来たんで、動画出てすぐに。喋っちゃいます。今、会ったばっかりですよ。初めて会いましたね。そうですよね。初めて会ってもうすぐに。まさか OK してくれると思ってなかった。そうなんですよ。まあ、臨海セミナーで、はい、大学生の時講師やってて、はい、そして、社員。でもやってらしたっていうことで、はい、ちょっと自己紹介お願いします。教育系 YouTuber の三木康介と申します。よろしくお願いします。大学 3,4 年の間に臨海セミナーでアルバイト講師やらせていただいて、で社会人になって2年間臨海で正社員っていう形でやってきた、はい、大学の 1,2 年生の間にもともと YouTube でもう大量に動画3本ぐらい撮ってて、 それで臨海始めて2年目ぐらいの頃に、まあなんか生徒に見つかってその動画とかが、はいはいはい、消せとかって言われて、おー臨海に言われて、そうなんですよ。それでまあ非公開に、おーはい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 、はい、まあしばらくでもう臨海やめたんで、はいはい、まあまたちょっと徐々に後悔して、じゃあこの2020年の3月まで臨海って、3月まで臨海、ああそうなんですね。やめたてほやほやじゃないですか。やめたてほやほやですかね、まあ、さあ聞いてみましょう。じゃあ記事の内容が本当だったのか、ね、まあまあぶっちゃけどうでした記事あれ。でも書かれてることはもう本当だと思いますよ、はい、おお。ただ一つ言わせていただきたいのは地域差があるんですよ。全部の校舎で同じようにやってるわけではないので、臨海って本社神奈川じゃないですか、はい、JR で横浜駅行くときに臨海セミナーってでっかい看板駅前にある。今めっちゃでかいですからね。神奈川県に関しては上の力がかなり及んでいる。そっから離れれば離れるほど割と自由な校舎も多いん で一番東京だったので、ね、ここまでではなかったですよ、はい、ただ神奈川県の一部の校舎は結構だと。まあそうですね、僕もこっちのイメージですから、はい、自分はその研修だけ行ってましたけど、東横線沿い、あと戸塚、上岡、はい、3カ所。それは講師としてデビューする前にそんなに。そうですよ。あ、そうなんですか。あ、今違うの。これも状況変わってきて、はい、人手がどんどん減ってきてるんですよ、講師の。なるほど、なるほど。なので、もう僕が入った時はまだ研修あって、はい、でそれでも3回ぐらいでしたよ。へ、もう3回、4回で、なんかチェックリスト全部押されて、はい、そうそう、ハンコ。ありますよね。そうそう、ハンコ。10回ぐらいかかってたんですか。なんかすごい長かったね。かってるですか。僕だから4回5回かなんかで早稲田の高等部、そこが決まったんで、はい、行かなくなっちゃいました、はい、最近はもう本当その研修センター通さずに、はい、直接もう校舎に、そうなんですよ、もう呼んじゃって、で室長の先生が研修してみたいな。なんかすごいレベルが結構昔は保たれてた感じなのに、はい、やべえなこれ。まあレベル下がってるかどうか、このリストどうなんですか。これ本当ですね、個人情報聞き出してそれをリスト化してた。いやリストやってますよ。やってますよ普通に、はい、やっぱ書くわけですか。書きますね。講習前になると準備が始まって、はい、専用のシステムがあるので、はい、そのシステムで過去に参加した生徒、友達関係で何でもいいんですけど、はい、とにかく参加してくれそうな子は一旦全部リストアップして、何回電話したかとかも全部記録して。ひどい例を言っておくと、授業が1コマ、はい、まあ、40分とか50分とかであって、うん、で途中にやっぱ演習をするするんですよ、臨海って演習しないと力つかないんで、うん、その演習中に電話しろって言われるんですよ。だからストップウォッチ鳴らして10分練習させて、はい、ピーピーピーって鳴ってるのに、はい、まだ電話してるみたいな、ごめんみたいなの結構ありますよ。ね、こう休日も呼び出されてやっぱ電話が。ああ、いやそれは本当かなりひどい部類ですね。そうなんですね。そうですね、本当ひどいと休日にもう本当リュックにチラシ大量に入れて、はいはいはい、こうやりながら巻いてくみたいな休日を過ごす先生。はい、特待生とかどうなんですか。でもこれはそうですよ。やっぱりそうですね。はい、他塾に通う生徒、席はそのままで特待生として勧誘している。うん、はい、でまあ授業料を講習時だけとかかもしれませんけど、はい、無料にするとか安くするとか、なんかそういうのは当然。でもそれどこでもやってますよね。まあまあまあありますね。で、はい、それを合格者として入れてるかどうかっていうのはあるかもしれない。いや難しいところなんですけど、はい、でも基本入れますね。やっぱそうですよね、はい、入れますよね、はい、自分小中学生教えてたんですけど、はい、中3の3学期とかから入ってきた子で、うん、結果受かった子とかでもやっぱ入れたりはしてるんです。やっぱそうですね。講習の子はとどうなんですか。入れてるんですか。講習の子は、講習の子っていうのは例えば夏期講習に出て、そうです、夏期講習だけとか、そっからもう出てないってことですか。そうそうそう、さすがにそれは聞き取れない限りは入れないかなって。あ、聞き取れれば受かったのってつながれば、いやー、どうなんで
冬季直前受かったのって冬季直前だけいる子もいる数には入れいやごめんなさい分からない、ここまではじゃないですか各予備校そういうのでかなり責められたことあったので、うん、そうですね玉入塾見込みの生徒は玉ああ玉って言葉ねあるんですよね使いますねこのリストの人物を弾丸に例えて玉と呼ぶ社員もいるというこれ何ですか入塾の可能性が高い生徒これ厚玉ですか厚玉って言い方は自慢してなかったですけど厚いとか軽いとか、まあ、そういう軽いはどういうことですか、まあ、見込みを何パーセントって評価していく入塾の見込みが低いと軽い、はい、軽いとか重いと厚い電話するじゃないですか日中に、はい、で、はい、それで取れた取れないっていうのを逐一 Google チャットみたいなので、はいはい、当然報告はしていくので、はいはい、堅苦しい言葉使うのもあれなので、うん、そう堅苦しい厚い軽いなるほど、うん、これどうなんですか学校で勉強ができる子教えてとか話の中に入れてくって中3で塾に通ってない友達は費用的な問題があるかもしれない、はい、1回の講習無料体験だからそんな友達も来れるはず、はい、君は政党会長だからそういう友達のことも考えてあげた方がいいよ、うん、ぜひ臨海の無料体験を紹介してあげてほしいっていうのを、はい、いややります友達紹介はめっちゃやりますし生徒会長とかそういう子って人呼べるじゃないですか、うん、だからそういう子を意図的にこう呼ぼうとかこいつ呼んでよとかやりますよそれは自分もやってましたしやっぱそうなの、うん、生徒会長は強いと、うんはい、生徒の質ってのはやっぱ大事だと思うので、はい、別の塾にいてもそれはありますからね、うん、やっぱ紹介で入るっていうのはかなりあるっていうのが実情ですね、うんうん、そうですだからそこを、まあ、悪く取られたのがマルチ商法みたいになっちゃいますけど、うん、それは王道だと思いますけどねなるほどトーク集があり、はい、実演研修もするとあそうですねちょっと今日持ってきたんですけどマジですげえ講師マニュアルちょっと講師は大丈夫だ全然別に問題は大丈夫全然やっぱいいマニュアルなので全然すげえで結構これ分厚いんですけど、はい、やっぱりトーク例いっぱい載ってますね後半の方に行けば行くほど、はいはいはい、チェックリストもありますすげえ、はい、そうでしょすげえあこれいい意味ですあの悪い意味じゃなくてそうなんですよ、はい、いい意味ですごいマニュアル、うん、そうだから本当にだから大学生になって塾講師したいっていう人は本当に臨海僕はおすすめだと思っててそうですね、はい、確かにまあ育てられるとか本当に育ちますこうやってコミュニケーションするあすげえ、はい、だ初めて見ましたこんなマニュアル、はい、生徒と先生の会話が書いてあるマニュアル超リアル教えてるところでマジで、はいすげえ、はい、こんなことってあるんですね、はい、合格不合格の対応とかも当然営業のやつはいや本当にもうこれここに載ってないトーク集も大量にありますし、はい、過去に成功した先生たちがそういうのをやっぱいろんな人に伝えたがるので結構そういうの強いんですよいやだから臨海は本当授業技術とか指導技術は本当にすごいんで誤解されたくないというでもこれ会社は生徒を人として見ておらず、うんうん、名簿としか見ていないので、うん、いくら社内で働きかけても上には伝わらないで上層部にはすぐ意識を変えてほしいそれはあります風通しは弱い方かもしれないですねなんか普通の専任講師たちは上に言われたことをそのまんまやるっていう感じなので、うん、僕やってる時あんまり意図分かんなかったんですよ上側の意図だから言われたままにやってたんで、うんまあ、今言われてみればあ確かになみたいな伸び率レースだよこれは入塾者数の伸び率レース伸び率レースねありましたありましたどういうことなんですかこれなんかもうみんなが分かってるかのようにここ書かれてるんですけど分かんないと思うんで多分だから要は目標ってあるじゃないですか、はい夏期講習で新たに生徒を何人集める、はいはいはい、でそのうち今何人かっていうので何パーセントって出るじゃないですか、うん、その地域の中の校舎間で競い合って、うんで1位の校舎とかって 70%80% っていうのを早期に達成するわけですよね、はい、だからそういう校舎は地域の一番偉いエリアマネージャーの先生が美味しいものを買ってきてくれたりとか、そうなんですよこれ楽しかったですよ何から何に伸びるんですかあ1週間単位でどのぐらい数増やせたかっていうのを見るんですよああそういうことそう多分それが伸び率でどんなに数が低い校舎でもどっと増えることあるので、はい、そういう校舎もちゃんと結果見てあげようということで、はい、それが高いと本当楽しい思いがでも楽しいですよでもこれは毎日メールとかで1位の校舎にはへーチーズケーキだとかまあ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 それね校舎間の競い合うのもねやりますからね会だと翌週は出勤時間が早くなったり休日返上で動員リスト問い合わせのあった客や退塾者などの名簿にガンガン電話営業する、はい、要はその反省のレポート書いたりとか、まあ、何十校舎あるじゃないですか、はい、でその中のワースト5とかが研修で本社に呼ばれるとか、はいはいはい、やっぱ時間取られちゃいますねやっぱり結果出てないそこには入らないようにしようってみんな頑張ってましたへえなるほど、まあ、よく取られればもう競争意識強いってことだと思うんですけど、まあ、でもまあまあこれはねいろんな塾やることではありますねその競争させるっていうのはまあ普通にあることうそうです
これあと気になったのは授業アルバイトの大学生講師に頼み、うん、その間専任がひたすら電話をかけること、うん、校舎によってはありますか、ね、これは聞いたことあります、まあ、室長のスタンスで授業をやることがメインの人と、うん、全体を管理するというか、うん、マネージャーとしての運営をメインでやる人とってやっぱ分かれるんで、本当にだから営業ばっかやっちゃう人は駒抜けることもありますけど、授業をずっと演習にしてでずっと電話がけとかも、特にテスト前の対策とかは何やってもいいので、あ、わかる、思い出してきた、思い出しました塾で、はい、そうそうそう、テスト前の時って授業しない、うん、そういえば、はい、そうそう、生徒自体ももし普通に進度進んで授業したら来なくなるから、はい、授業の実習的なのにすると、うん、質問あったら来いみたいにすると逆に喜ぶみたいなのがあった、それはそれでウィンウィンなんですけどね、なるほど、そこで電話をかけていいのかは、うん、まあ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 ね、なるほど、ね、ちょっとか水増しについてはどうなんですか。水増しはこれ報告した人は多分神奈川県の、はい、そうですね、自分の同期の中に割と神奈川県の友達とかもいるんで、本当会うたびにそういう話いっぱい聞きます。そうですね、まあ、うちで出した合格者数と他の塾で出した合格者数を足し算すると入学した頃よりもはるかに多くなりかねえ、それはちょっとそうなると塾協会の信頼に関わります。びっくりですね、それは。だ、結局かぶってるとこはあったってことじゃないですか。そのリストに別の塾の人も載ってたわけですね、当然。このステップとか、うん、スクライ小ゼミが多いですね。そうだね、湘南ゼミにあるかどうしても多くなる、うん、そう、栄光トライも入ってる。多分生徒から見ても、あ、先生たち大変だなって分かるんじゃないですかね、多分そこまでいくと、うん、これなんかだって、これなんか模試を解いてみって言って友達に学校で渡して、うん、その模試こうやって来てっていうの、これどういう状況なんだろうって思って、でも自分やってなかったので多分コロナになってからなのかなって感じですかね。あ、まあなるほど、家でやらせられますから、ね、そっかそっか、だからちょっとそう、僕もそれ分かんなかったです。なんで模試を家でやるんだろう。あ、でも2月3月ぐらいのこと、普通の模擬試験でそれはありました。提出しに行きなよ、なんか家で解いて時間かかってやって、で持ってきてポストに入れるとか。あ、やっぱ持ってきなよあるんですね、うん、あります。上司は6兆以上の人間は対話でマウントを取るタイプの人間がほとんど、人の話を全く聞きません。それこそ上司が言えばカラスも白くなります。ああ、まあ要は結果主義なんで、はい、結果出した人は出番が多いんですよ。表彰されるとか、はいはいはい、あとは研修で前に立ってたくさん喋れるとかっていう、うん、出番が多いんで、はい、そうするとやっぱり自分の成功体験たくさん喋るんで、うん、天狗になります。そうなんですよ、そうなんですよそういうことです、そういうことです、っていう、まあ、ある意味それは出世のチャンスがあるって意味ではいいんですけどね、はいはいはい、まあ、でもそういう現状はありますよ、本当に。ただじゃあ、まあ、合格実績に入れてた人はちょっとこれは6ヶ月のうち継続3ヶ月以上、うんうんうん、かつ受講時間30を超えるとかっていうのは、あー、でも全然見てないんじゃないですか、やっぱり全然見それは見てないんじゃないですかね、意識してないでしょ、ね、だって労働時間も入社するときは1時から10時で、はいはい、でこれ9時間じゃないですか、はい、で途中1時間休みがあるって話あったんですけど、うん、でも研修の時は午前中になりますし、はあ、どう変えればいいと思います。大企業じゃないですか、はい、お金を利益を増やす方向に使うじゃないですか、うん、校舎を開拓するとか、はい、それ以外に使えばいいんじゃないですか。なんかせっかく授業の技術あるんで、うん、これ僕の知人もみんな口揃えて言ってますけど、うん、なんかもっと昼間たくさん研修して授業の技術磨いてっていいんじゃないかなって思ったり、うん、なるほどね、そこにお金注いで、時間とお金の使い方だと思いますよ。でも実演研修はやったんですか、この生徒をこう入れるための研修みたいな、こういうトーク的な。あ、毎週授業研修ありますけど、授業そのものプラス前後にいろんなトークを入れるっていうのを結構うちはやるんで、はいはい、その生徒を入塾させるためのトークの、あ、それもやります。あ、授業の最後5分使って、友達呼んでねトークとか。ほわー、ロールプレイはあるんですか。ロールプレイもめっちゃやりますよ。やっぱりそうだと思った。シーズンごとにあるんですよね、やっぱ2月3月になると自分の校舎の結果をいかにアピールするかっていう説得をやりますね。まあ、だからやっぱ営業が上手くなる、うん、ね、うまくなります、なります。確かにやっぱ臨海で関東だとすごいそこで育ったっていう講師いっぱいいるんで、うん、なるほど。じゃあ、まあ教える技術を学ぶのにはいいところではあると思う。非常に生徒目線だと、生徒目線、先生がうまければね。そうなんですよ、だから先生がちゃんと力を注いでればいいんですけど、うん、ただ授業の時間を潰してまで営業にとかってなると、うん、どうしても授業の手抜き感が出てしまう、うん、本当は先生自身も問題解いてないのに、はいはいはい、答えその場で見ながら授業するとか、はいはいはい、はい、塾ある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 ですよ、ね、いやなるほど、いや、これは面白かったですか。はい、臨海のリアルを聞きました、うん、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。